何ができたっけ。はい、ですね、今回ちょっとぜひ見てほしいのは、バッドピースなんだ。ミッション途中結論、ローエモーションのサミットエディションっていうのを、これが6、8シリーズの、そうですね、6、4なんですけど、6、3、6スロエモのサミットエディションっていうんだ。一番パワフルモデルです。6番と8番と10番、これ。そうです、6、8、10年です。長さが全部いくつになるんだっけ。これは6、3で、あとこっち2つは6、2ですね。8番、10番、ね、バットある。バット今、見てみます。うーん、はい、そうなんだ。これを海野さんに使ってもらおうかなと思って。これは特にカンパチオに特化したですね、前回の、まあ、カンパチオというか、その要はスロエムの強いバージョンとかだね、はい、そうですね、スロエムの今まで、まあ、6番っていうのはあったんですけど、私中心回用だったんですけど、うん、まあ、今回はカンパチとかそっちに特化した。なるほど。これでもう完成、黒塗りだ。一応デザインまで完成したんですけど、まあ、今回ちょっとベストして良ければこういうことかなと思います。これ黄色かなと思ってたんだけど、ブランクスが、ああ、あれ、まあまあ、ブルーとかいろいろ言ってたんですけど、レインボーにしました。上から、ちょっと上、レインボーカラーつけてみて。はい、次は赤、どう、赤か、赤はレインボーカラー。赤は赤、これ全然わかんない。6番、これは6番、赤が6番です。かっこいい。ああ、このね、はいはい、これ稲妻柄がで、サウナしてます。これ重要だ。はいはいはい、バットが強いんだね。バットも結構強くできてます。先から曲げて使うような感じの先上司なんですけど、多分きっちり曲がってくれると思う。これあれかな、俺が持ってるプルトの、これが10番、はい、結構粘りがある感じで多分、ちょっと待って、じゃあ待って、6から行こうかな。ちょっといい。6番で、6番ですか。6番です。曲げていい感じね。とりあえず大丈夫だと思います。結構パワーフルグラウンドでできてると思います。腹当てでこれで曲がるやつすごいね。はい、まあ、まだバットもまだ残ってるし、これで2号でやりたいね。これやりたいね。まあ、2ですか、3ぐらいまでで。これは8ですね。6、2、8です。これは前回の10番のブランクスをちょっと長くして作った感じです。お、強いね。スローのロッドの中では結構パワーがある。こっちが今回初めて作ったんですけど、完成したんだ。違います、これが硬いんですけど、どうなんですかね、バット強くないですか。でも全体的に言うとプルトよりも柔らかくなったかもしれないね、サウンド式は。これはちょっと全く初めて作ってます。これ6と8。これどっちの6位ね。6位です。こっちの方がやっぱ、そうですね。こっちの方がちょっとベリーから入る感じですか。あんま感じないですか、言っちゃえば。パワーサバという感じですよね。はい、そうね、パワーサバあっていいね。あんまり変わんない感じですよね。ちょっと強いなって感じですけど。なぜこうなったのか分かんない。ちょっと俺パワーが何パーセントアップしてっていう感じで作ったんで、ね、もともと。でも前回はこっちでも。でもプロトだと、はい、これより2番かな。こっちが6-1で、こっちが60だったんで、5センチぐらいで。なんかあんまり変わらないけど。まあでも多分こっちの粘りが。こっちはバットが強いと。これで4号タックルで